はい、ひろきさん、やってきましたね。はい、雨ですけど終わりまして、なんか雨が盛大に降ってきましたけど、山中さんの普段の行いが良すぎて今日も盛大に雨ということで、はい、これ嫌味ですかね。はい、まあでも明日は晴れてくれるんじゃないでしょうかね。なんかね、明日は晴れるっていう予報にはなってるんですけど、ただ今晩降って明日どこまで乾くかっていうのが結構難しい、わからないから。ひろきさん、今回デッキ、うん、まあ、僕は初めてのデッキだったんですけど、うんうんうん、まあ、結構奥的には難しいんじゃないかなっていうようなレイアウトだったんですけど、まあ、その辺はどうですか？難しいよね、うん、難しいけど、あの泥が出てたりとか、うん、あそこってグリップが結構下がるんで、そこをどういう風にあのフェスノート側でしっかり聞いて理解するかっていうところなんで、うん、まあ、スリッピーとかマッドとかっていうワードを入れてたんで、はい、山中さんがそれをしっかり聞いてくれれば、まあ、問題なく事故もなく終われるんじゃないかなというふうに思ってはいるんですけど。そうですね、数字だとリフトライト以外の何かがついたら危険だっていうふうに思っておけばいいですね。そう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 、まあ、基本的にすごい基礎的なペースノートなんで、まあ、はい、コース自体はまあまあまあ5キロのステージがあって難しいのは難しいですけど、うん、まあちゃんと聞いてれば大丈夫かなというふうに思います。はいはい、初ラリーですけど、初ペースノートか、はい、なんで、まあ、ちょっと僕の方はミスをしないと多分思うので、まあ、山中さんのミスで排水溝に落ちるということだけは何としても避けたいなと、はい、フラグを立てるのやめてもらっていいですか？いうところではございますけど、大丈夫ですか？まあまあ大丈夫です。山中さん、はい、しっかりあの決めてくれる男だと思ってるので、はい、まあ、期待していきましょう。はい、ということで明日から山中さんの一世一代のラリートヨタガズーレーシングラリーチャレンジインシブカというところでやっていきますけど、はい、皆さん期待しないで見ていてくださいね。いや、期待してくださいよ、はい。それじゃあまた明日、バイバイ。はい、よろしくお願いします。テリー土屋の車の話始まりました。イエーイ。今回はお二人が、なんと、はい、お二人ですね、はい、お二人が、お二人で、はい、がレーシングスーツなんか着ちゃって、そうですね、はい、今日は今回の意気込みどうですか？早いな。コドライバーの新井です。初めてなんで、っていうのもコドライバーが、コドライバー初めてじゃないんですけど、うん、何も練習してないよっつのを横に乗るのが初めて。あ、なるほど。だから今回、まあ、軽くはやったんですけど、うん、そんなこうがっつりあのペースノートの練習っていうのができないままこう来てるんで、山中さんのもうポテンシャルだけで走るのかなっていうところなんですけど。さあ、世界王者、はい、王者、いや、あのですね、皆さんからですね、会う人会う人にですね、うん、お前なら大丈夫だよなっていうプレッシャーを散々かけられてるんですけど、それは振りじゃなくて、はい、あの振りじゃなくて、あの変にフラグを回収しないようにですね、あ、なるほど、あの優勝とかじゃないです、あの、まずはちゃんと完走します。怪我しないように帰ってきます。ひろきさんにご迷惑もかけられないので、ね、手言いながら、手言いながらですよ、うん、なんだかんだちゃっかり踏むんですよ、うん、だそこをいかに安全に抑えられるかなっていうのが、まあ、俺のところかなっていう。あの先にラリーデビューした先輩として言うと、僕のラリーデビューは、過去一の台風の中ラリーデビューしたんで、はい、晴れてていいじゃんまだ。あ、なるほどなるほど、全然いいよね、はい、ね、ひろきね、全然大丈夫だと思います。だって凛太郎さん、あの未曾有の災害の時が初ラリーです、ね、そうそうそう、台風19号忘れませんよ。F1中止、ラグビーワールドカップ中止、なんかのライブ中止みたいな中、うん、全日本ラリーだけやってたっていう、それすごい話ですね。すごかった、まあ、それに比べたら、はい、大丈夫だと思います、はい、晴天に恵まれて、はい、いい天気の中、はいはい、条件は整いましたね。ぜひ優勝目指して頑張ってください、はいはいはい、頑張ります。初ラリチャレということで、まあ、完走を目標だと思うんですけど、まあ、でも心のどこかではやっぱり優勝してやるぞっていう気持ちは絶対ありますよね。あの負けず嫌いな性格なので、あの実はあの優勝っていうのはちゃんとあの見据えて走っていきたいと思います、はい、しかもやっぱコドライバーがもう安心できる。聞いてればね、俺の言うことを聞いて安心できるんですけど、本人多分ステージ始まると言うこと全く聞かないんで、あ、まあ、ちゃんと言うことをどこまで聞いてくれるのかなっていう、まあ、そこがちょっと心配なところ、ね、心配なところではありますけど、はい、大丈夫だと思います。ちゃんと聞いてください。はい、ちゃんと聞きます、言うこと聞きます、はい、ということで山中さん、この後ぶっちぎりで優勝、皆さん楽しみにしててくださいね。出たよ、はい、頑張ります。応援してます。はーい、いってらっしゃい。優勝だ、優勝、優勝、おめでとう、おめでとう、先にいいよいいよ、頑張ってください、いってらっしゃい。あのね、信じらんないけどね、はい、ここ出て行ったとこからめちゃくちゃ緊張するんだよ。そうなんですか？緊張してますか？今は大丈夫、今だってほら、すぐここから始まるわけじゃないまあまあまあ
行ってらっしゃい。頑張って。行ってらっしゃい。さあ、あと3分後スタートになりますよ。山岡さん、はい、緊張します、もしかして。緊張というか、なんというか。山中さんが横でですね、緊張しております。今壊さないようにね、だって。はい、頑張ります。山中さんが、皆さん緊張しておりますよ。当たり前じゃないですか。緊張しない人だっているんですか、そもそも。山中さんの口数が徐々に減ってまいりました。え、いや、てか普通減ります。山中さんが喋ってたら僕逆に怒られる。徐々に。あと1分後ですよ。ちょっと知らない。10秒5 4 3 2 1、スタート。5 left 5 right home。2 left 2 right
午前の走行が終わりまして無事にまずはお帰りなさい、はい、帰ってきました無事に、はい、はい、まあ、先にひろきさんに行きますね。そうですね、まず、はい、その方がいいです、はい、まあ、何回かねさすが危ないところはあったんです。 SS1 はまあ探り探りで、はい、まあ、本人も乗れてないなっていうのがあったんですけど、まあ、SS2 なんかちょっと踏んでみてね、踏んでみたところすぐ危ない箇所が 2,3 コーナーありましたけど、おやおや、はい、おやおやおやってあったんですけど、まあまあなんとか戻ってこれたんで、まあ、午後のループはその危ないところをしっかり抑えさせる。基本的に次のループってもっと速く走ろうとするんで、はい、そこを抑えさせないとまた排水溝とお友達になってしまうなというところで、しっかり気をつけて、午後のループ行ってみたいなと思います。まあ、それ以外はかなりいい感じにまとめられたんじゃないかなというふうに思いますので、伊香保の宿泊券目指して、頑張っていきたいなと。目標が変わり始めました、はい、ありがとうございます。いかがでしたか。いやもう本当に、まあ、緊張してて、まあ、一番やっぱり何が違うって、本当に普段、まあ、やってるゲームの中で言うと視界が全然違うんですよ。本当にもう見えるものが全然違くて、これイン側ってもっと行っていいんだっけ、行っちゃいけないんだっけとか、やっぱそういうのでこう戸惑ったりとか。もちろん車も今回初めて履くタイヤでしたし、なんですけどすごく車が乗りやすかったんで、SS2 からは割といい感じに走れて、行き過ぎて危ないなって思われたらそりゃそうなんですけど、はい、次はさらに気をつけていい感じに走れるように行きたいと思います。はい、午後は気をつけて頑張ってください。今タイム的にはどうなんですか。うんうん、多分今10秒ぐらいうちらは総合でも上にいると思う。おー、SS2 で10秒ぐらい周りより早かったんで、SS1 本目が4番手タイム、それは5秒落ち で、うん、2本目で多分10秒から15秒返してるんで、10秒とかそのぐらいのマージンがあるのかなと思います。はい、大丈夫です。え、なに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 、その顔いっぱい来てるよ今日応援が。いや 今いっぱい人がいるんで、今いっぱい応援が来てる。やめなさい、もう本当に応援がいっぱい来てるよ、はい、まあ、皆さんにね応援していただけるのは非常にありがたいことなので、応援がいっぱい来てるよ、はい、ちゃんと期待に応えられるようにぶつけろって今顔してますよ。違う、はい、取れ高を作りつつ結果を残すっていうのは非常に重要なことだと思う。まあ、それが一番大事ですね、うん、はい、エンターテイナーとしてね。なんか違うエンターテインメント皆さん求めてるみんなね求めてる顔なんか違うんですよ。優勝しろじゃない顔してるんですよ。なんかそれはみんな優勝しろよと思ってるよ。それをどう捉えるかは、なるほど、捉え方は分からんけど、はい、みんなは優勝しろよって思ってる、はい、もちろん優勝は、はい、目指して頑張りたいと思いますので、はい、午後も頑張りたいと思います。はい、はい、5、4、3、2、1、スタート。5 left. Okay. 5 right long. Left right. So 5 left. 6 right down line. 5 right. 5 right. 5 right. 1 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 right. 3 left.
します。はい、すいません、ありがとうございます。あとさっき事故った86もう撤去済みなので、もう最後全開で。いや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 オフィシャルが煽ってくるなオフィシャルが煽ってくるな、これ。いや、お願いします。あ、OK です。はい、ありがとうございます。じゃあ前に進めて、オフィシャルが最後全開でって煽ってくるんですか最後全開でって、全開で行けなかったから前の車クラッシュしてるんだろう。5、4、3、2、1、スタート。ショート4レフト、1レフト、1ライト、1レフトシャープ。ちょっとスリリングなのかな。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございました。クソ暑い中、山中さんのデビューレースが終わりました。お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。大変お待たせいたしました、皆様。なんか、ちょっとこう口元が緩んでますけど、そうですね、いい結果だったんですか。ちょっと待って、皆さんちょっと待って、多分ね、今ね、視聴者の皆さんびっくりしてると思うんですよ音響監督の美馬さんです。よろしくお願いします。すいません、今日一日来ていただいてありがとうございます。いいえ、どういたしまして。はい、はい、なんでこんな、こんな感じですか。お互い投げ合ってるものがあったんですけど、はい、総理官邸で待つ記者こんな感じな気がするけど、ね、お続けください。お続けください。ちょっと口元が緩んでますけど、はい、いい結果だったんですか。はい、あの今暫定の結果だったんですけど、はい、クラスで優勝することが。おい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。やんややんやですね。デビューイン。そうですね、デビューインになりました。すごい、はい、やったね。ありがたい限りで、本当に。じゃあそのデビューインを横で見ていたひろきさん、どうですか。そうですね、まあ、あの8割方僕のおかげかなと思うんですけど、あ、まあ、ペースノートも初めてでしたし、まあまあある程度、まあ、1ループ目は多分聞いてなかったんですけど、まあ、2ループ目からはしっかりある程度、まあ、ペースノートというものを理解して走れたから、まあ良かったのかなというふうに思います。はい、まあ、何箇所かね、はい、あの砂利があるのにもかかわらず同じスピードで入ろうとして、砂利がない路面と同じように落ちそうになってましたけど、まあ、ちょっとそこを抑えさせましたけど、はい、あれあのままなんか何も言わずに行ってたらそのまま排水溝落ちてました。そうですね、はい、だからそういうところではなんとか山中さんを道路の上にね残すことができたという面では僕のミッションはコンプリートというところであります。はい、はい、無事に怪我なく終われてよかったです。はい、どうでしたか、実際にラリー初挑戦してみて、こう1日のスケジュールもあったかと思うんですけど。でも本当になんかもう一日中本当にもう緊張しっぱなしというか、本当にもう右も左も、まあ、よくも悪くも。ごめんね、あの美馬さんの手がこうなっちゃうから、ここ向いてしゃべってない。俺見てるもう本当にやっぱり最初だったので、はい、みんながこう何をしてるかどうかっていうのも、うん、今までそのスタッフとしてはいたことがあるんですけど、うん、それが自分で選手として出るってなるとだいぶ違う世界が見えてきて、でそれがまたすごく楽しかったなと思うので、皆さんにぜひラリー体験してもらえたらいいなっていうぐらいすごく充実したこの2日間になりました。本当チームの皆さんと、そしてひろきさんに何よりも感謝したいなと。そして久保さんにも来ていただいて、美馬さんにも来ていただいて、みやびさん勝ちましたよ。あれ、みやびさんどこ行ってたの。帰りました。お忙しいので帰りました。姉子帰りました。超豪華ゲストになってますけど、今頃わかりました。はい、というわけで無事に1日が終わってよかったです。そして1位ということで、まあ、ちょっと暫定で正式結果多分これから出ると思いますけれども、ね、はい、まずは本当に優勝おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。すみません、皆さんありがとうございます。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。さあ、そして優勝、 e スポーツに続いてデビューインです。 e スポーツ FIA の世界チャンピオン182番 AJRT 率山中智明選手、新井博樹選手です。おめでとうございます。本物に乗せても強かった。さあこの2人が、あ、逆かな、はい、そうですね、はい、それでは伊香保温泉の旅行券をまず副賞としてプレゼントをさせていただきます。いや、見事なデビューウィンでございました。
FIA の、まあ、e スポーツグランツーリスモでも、まあ、チャンピオン世界チャンピオン取りまして、まあさっき僕も仲良しなヒロキングに話をそう聞いたところ、俺が勝たせたって言ってましたけどはいさあというですね、今はい副賞などなどお渡しさせていただいて、それでは勝ちました山中選手から一言いただければと思います。お願いします。はい、ひろきさんのおかげです。はい、あれ本当にでも今日は初めてラリーに参戦させていただいて、非常に充実したレースウィークを終えることができて非常に満足します。皆様本当にありがとうございました。ありがとうございました。一言、山中さんが昨日世界選手権の予選だったんですよ。で負けたって聞いて、やめろやめろ、何としても今日勝たせないと延々と引きずるなと思ったんで、何が何でも勝たせました。はい、ありがとうございます。キープしていただいて、車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり、車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎、お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。